どうもベッティムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのはラーメンチェーン店のラーメン横綱さんが期間限定で発売しています混ぜそばを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。まずはじめに簡単にラーメン横綱さんの紹介をしておきますと、昭和47年に京都市南区にて屋台で生まれたラーメン店です。こちらがラーメン横綱さんのグランドメニューになっています。定番のラーメンから味玉、そしてチャーシュー麺などが用意されています。そしてこちらが期間限定メニューとなっております。濃厚で魚介たっぷりの期間限定混ぜそば790円と、特製赤だれが使用されました同じく期間限定の混ぜそば850円の2種類がございます。ですがやはり今回はこちらの濃厚で魚介系の前そばを注文いたしました。そしてランチメニューはご覧の通りとなっております。今回は C の鉄板チャーハンランチを注文いたしました。注文した混ぜそばと鉄板チャーハンが運ばれてきました。混ぜそばの具材を見ていきますと、ミンチとフライドオニオン、卵黄、メンマ、ネギ、海苔、そしてオニオンともやしが入っているようです。そして熱々の鉄板の上に卵を控えた上にチャーハンが乗っているこちらの鉄板チャーハンも美味しそうです。さてまずは中央の卵黄を崩して全体とタレがかき混ざるように混ぜていきましょう。さて全体的に混ざり合ったところで一口麺をすすっていきます。こちらの混ぜそばに使用されている麺はやや細めの平打ち麺のようです。違和感なくスルスルいただけて、弾力性も十分に兼ね備えています。そして程よく食べた後にはこの自家製のニントンを入れていきましょう。こちらのニントンは屋台の頃からの製法で練り上げたラーメン横綱さんの秘伝の薬味です。ニンニクと唐辛子が加わることによってパンチ力が増した印象を持ちました。これはぜひおすすめだと思いますので、皆さんもぜひ入れていただければと思います。そしてラーメン横綱さんといえばやはりこの食べ放題のネギだと思いますので、ネギが好きな方はどっさりと入れて食べてみてください。ネギのシャキシャキ感が加わることによってより一層また爽やかな風味が増したと思います。続いては鉄板チャーハンです。熱々の鉄板にドーム状に盛られたジュージューといい音を立てているこちらのチャーハンを一口いただきました。味の方はオーソドックスな印象を抱きましたけれども、プラス250円でランチ時にいただけるのであれば、これは注文しないわけにはいかないかなと思いますので、ぜひ皆さんも注文して食べてみてください。ぜひお近くのラーメン横綱さんに足を運んでいただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!